と素敵にマイライフ第3週目は人生を豊かに彩る花のお話です。杉原理恵子さんの新刊神話と伝説に見る花のシンボル辞典から文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただきます。杉原さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日はどんなお花ですか？はい、今日はシクラメンについてお話したいと思います。はい、最近お花屋さんでもシクラメンの鉢をよく見かけるようになりましたよね。白やピンク色のシクラメンもありますが、私は真っ赤なシクラメンが大好きなんです。はい、シクラメンは花びらが上を向いていて、その形が炎のように見えることから、シクラメンのシンボルは燃える思いなんですね。ヨーロッパでは恋愛の悩みに効く花の媚薬と呼ばれていた時代もあるんですよ。うん、ケーキの材料に混ぜて誰にも知られないように相手に食べさせると恋に落ちるなんて信じられていたんです。こんな風にヨーロッパではとてもロマンチックなシクラメンなんですが、はい、日本では昔変な名前で呼ばれていたんです。なんと豚のまんじゅう。そうなんですか？そうなんです。これは英名のソーブレッドという名前をそのまま訳したものなんです。豚のまんじゅうってちょっとひどいですよねで、この甘いにもひどい名前ということで、かわいそうに思った植物学者の牧野富太郎博士がかがりび花と名付けたんですよね。うん、当時この牧野博士、日本の植物学の父と言われる方が勤めていた新宿御苑の温室で、歌人の九条武子さんが友達と花を眺めながら、まるでかがり火のようねと話しているのを聞いて、名前が広めいたと伝えられているんです。でも結局この素敵な名前もあまり広まらなくって、俗名の日本語読みでシクラメンが定着したと言われています。ああ、そうですか。まあ、シクラメンにそんなお話があったなんてもう夢にも思いませんでした。そうですよね。で、このエピソードに登場する九条武子さんっていうね、ええ、大正時代を生きた美しい歌人で、有名な柳原白蓮さんと同時代の方なんですけど、赤いシクラメンを見て真っ赤な炎と表現するなんて、なんて情熱的な女性なのかななんて思ったりしまして、本当にこの季節、いろんな花がだんだん消えていく秋の終わりに、窓辺に赤いシクラメンの鉢を置いてはどうでしょうかね。心もほっと暖かくなりそうです。杉原さん、今日も素敵なお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました。来月も冬の毎日に楽しめる花を紹介したいと思います。楽しみにしております。文筆家杉原理恵子さんに季節のお花を一つご紹介いただきました。杉原理恵子さんの神話と伝説に見る花のシンボル辞典、とっても素敵な本です。ぜひお手に取ってみてください。もっと素敵にマイライフでした。